シルベルタイムソムに大勝利しゃーいやーもうマジでね、心臓に悪い。チェルシーは普通に勝つ試合ないんですかってくらいもうね、ドラマティックでエンターテイナーみたいなやつやめてもらっていいですかね、本当に。いや、前半のあの絶望感、全く点が入らない状態からの後半ね、やっぱメンバー入れ替わって主力っていうか、そういった選手になってからもうポンポンって入って、まあ、逆転ということで、何回かね、物議を醸す判定もありましたし、いいところも悪いところもたくさん見れるこのチェルシーの試合。勝ったからこうやってって話せるわけなんですけども、負けたらとんでもなかったですよ今日の試合は。そして新加入のフォファナの大活躍も素晴らしいデビュー戦となりました。そんなウエストハム戦の試合をね、今日も振り返って皆さんと一緒にここが良かったとか、ここがもうちょっとこうしたらいいんじゃないかとか詳しく見ていきたいと思います。レッツゴー。はい、プレミアリーグ第6節、チェルシー対ウェストハム2対1で逆転勝利となりました。いや、素晴らしかったですね。本当にね、良かったです。前節のセインツ戦はね、逆に逆転負けしまして、もうとんでもないムードが漂ってましたよ。チェルシー的にはね、スパーズ戦でかなりいい戦いをして、まあそこまで勝ちきれなかったんですけど、そこからかなりリズムを崩してる感ありました。なかなかね、攻撃はまらず、采配はまらず、結果も出せないというところでね、難しかったんですよ。という中で、ホームのウェストハムとのダービーマッチ、まあね、この試合は負けられませんでした。そんな試合のスターティングメンバーがこちらでした。キーパーがメンディで、センターバック3枚にフォファナ、チアゴ、クリバリというこの新加入2枚の入ったセンターバックですね。そしてウィングバックがジェームズとククレジャー、中盤3枚ギャラガー、ロフタシック、コバチッチ、まあダブルボランチのコバチッチロフタシックみたいな感じだったと思います。で、前3枚がギャラガー、プリシッチ、スターリングっていったところでした。いや、どうですこのスタメン采配、皆さん見てどう思いましたかこれ。正直ね、僕はね、もう勝つ気あるんかと、またテール謎采配してるじゃんって思ったんですよ。まあ、ただね、これは後から話すんですけども、まあ、結果的に言うとめちゃくちゃいい采配だったの、いい采配っていうか、後半に照準を当てた采配だったんじゃないかなとも思えるんですよね。まあ、この試合今回ね、レスターから獲得したウェズレー・フォファナがチェルシーのデビュー戦となったわけなんですけども、分かってたんですけど、やっぱりめちゃくちゃエグいっすね。彼は本当に素晴らしい選手です。持ってる身体能力がまずめちゃくちゃ高い。スピード負けしないし、当たり負けもしないし、空中戦もバリ強いと、スタッツ的に見ても圧倒的な数字残してまして、ファイナルサードへのパスが5本、リカバリーが6、地上戦勝利が5分の4、空中戦勝利3分の2、2回のクリアランスに2回のシュートブロックと、ビッグクラブのチェルシーに移籍してきて1戦目、ホームでのロンドンダービーですよ。10月あると思うんですよね絶対。フォーだって21歳ですからね、言うて。そんな中このスタッツをデビュー戦叩き出すこいつは本当大物だなと思いました。物おじしてなかったですし、ガンガンね自分のいいところを出していってたので、これは大物になるなと改めて思わされましたね。そして空中戦、かなり期待感があります、まあ、守備のところもね安定感ありますし、やっぱり攻撃のコーナーキックのところ、最近のチェルシーはコーナーキックで得点の匂いっていうのがしなかったんですけども、まあ、フォフォナが入っただけで若干ね空中戦は期待感出てきました。そこをね含めてもやっぱりね、クンデよりフォフォナを取って正解だったなと思います。クンデに100億円弱ぐらいかけるんだったら、フォフォナにね120億円ぶっぱして獲得した甲斐があったなと、本当ね素晴らしい補強だったと思います。ただね、ロングボールのところは5分の0と、もっとね、ビルドアップできる選手ですし、ガンガンロングパスも通せる選手なので、そこは今後に期待っていうところで、まだね、余力も残してる状態ですよ。で、前線の采配ですよね。これ何なんですかね。スターリングとプリシッチとギャラガーを誰も本職で使わないという、妙なね、采配になったわけですよ。プリシッチに関しては、まあ、前節よりは良かったんですけども、なんかね、もう自信なくして、後ろ向きのドリブルしかしなくなってね、相変わらず球離れは悪いですし、前節あのプレーと試合後のあの態度でまたスタメンで使うのかっていうのはすごい疑問に思いました。そしてスターリングも、まあ、後半点がポンポンって入った時にはサイドからね何回かいいクロスとか上げましたし、やっぱりねサイドに張らせてる方が脅威になる存在であるんですよ。で、前半支配率が 70% あったところ、シュート4本の枠内ゼロですよ。間違いなくね、采配によって攻撃がうまく回ってなかったなといった感じがします。前半の攻撃はジェームズのクオリティ頼りって感じでしたよ。まあ、そのジェームズの縦突破からいいクロス入っても中にね誰も詰めてなかったり、やっぱサイズ線にはセンターフォワードがいて嗅覚がある選手がいて、クロスにいつでも合わせられるっていうのがね、ジルーみたいなニアに入る動きっていうのが絶対必要だと思うんですよね。このねテールの本職で使わないコンバートっていうのが本当にね謎
当です。選手が一番やりやすいところとやりやすいプレーをさせてあげたらいいのになと思います。まあルカクにも言えることですよね。ただ後半もそれで点が取れないにもかかわらず同じメンバーでスタートしますと。そして後半63分に相手初めてのコーナーキックから3本連続続いて、その3本目で、まあ、中で折り返したところにアントニオが詰めてきて点を取られてしまうという。チェルシーはコーナーキックでトータル10本で0点なんですよ。ただ相手は3本目で1点取るっていうところで、このセットプレーの弱さっていうのを本当にね、今後改善していかないと、勝ち点ボコボコ落とすぞって思いますよね。ただこっからはね、面白いとこだったんですよ。失点の直前の60分にマウントとブレイを投入、そして72分にチルール、ハバーツとイケメン組を次々投入して顔面の支配率をまず高めましたと。すると76分にチアゴシューバの綺麗なフィードから、なぜか頂点にいたチルウェルが芸術的頭トラップからの股抜きゴール。いやいや、これすごかったですよね。ぜひね、リプレイ見返してほしいんですけど、チアゴシューバがフィード出すタイミングで、チルウェルの裏への抜け出しの動き方っていうのがめちゃくちゃ秀逸なんですよ。まさにね、ストライカーみたいな動き方してるんですよね。トラップはね、偶然だったかもしんないんですけど、しっかりね、シュート枠行きまして、また抜いてゴールですよ。やっぱね、このチルウェルの高い位置、ストライカーポジションを取るっていうのは、ほんとね、脅威になると思います、相手の。さらに88分、ブレアがサイドで溜めを作って、チルウェルとのパス交換から、上げたクロスにハバーツがマイナスで合わせて逆転ゴール。パパパパ。いやー、めちゃめちゃ興奮しました。もう超叫びましたよ。ハバーツもね、やっぱこの2列目から入ってくるっていうのがいいのよね。これじゃあ、かなり強度高くて、スピードもあるし、素晴らしい選手ですよ。ただ、チェルシーのウィングバックは、シュートが上手くないとはやっていけないんですよね。正解は、チルエルでした。ポジション取りが、ククレジャーと比べて、明らかにチルエルは高かったですので、今後やはり、押し込める相手には、チルエルを使っていきたいと。で、ビッグシックス戦みたいな、攻められる回数が多くなる試合では、ククレジャーを使うみたいな、使というわけでいいと思います。その後ね、すぐコルネに決められてもう絶望しましたけど、はいはい、あわっだだだだだだ、おわわわ、やめて、もうお願い、もう本当にさ、これはね、珍しく判定に救われました。あとね、ブロヤ今日はね、手には絡めませんでしたけども、前線からのプレスがめちゃくちゃいいですし、ハバーツのゴールのシーンもサイドに張ってドリブルで仕掛けられる、ためを作れるっていうところもね、すごくいいですし、やっぱ高さと速さと強さが加わるってところで、今後どうやってオバメヤンと共存させていくかってところは非常に興味深いです。まあ、トゥエルだったらね、オバメワントップのスターリング左右マウントとか使いそうなんですけど、絶対ね、ブロヤもっと出していった方がいいと思うんですよ。早い段階でね、得点を決めさせてあげたいなって思います。そしてチアゴシューバですよね。もうやっぱ毎試合語らずにはいられない、あのプレミアリーグの怪物アントニオとのマッチアップがね、多かったわけなんですけども、まあ、完封したまでとは言いませんが、互角にね、やり合ってましたよ、あのフィジカルモンスターに対して。スタッツを見ていくと、パス成功率が 93%、 ファイナルサードへのパスが11回、正確なロングボールが6分の4、タックル勝利が 100%。 アントニオ相手っすよ、これすごくないですか。クリアが1回、インターセプトが2回、リカバリーが7、地上戦勝利が7分の6、空中戦勝利3分の2と、もう圧巻ですね。彼は毎試合本当にマンオブザマッチ級の活躍だと思います。チアゴシューバがね、抜けた後どうするんかってね、思いますよ。このチアゴシューバの横で経験詰めるフォファナ、間違いなく化けると思います。今後ね、一緒にね、できれば出していきたいなと思うんですよ。フォファナはすでに実力ありますけども、まだ21歳ですし、ここからね、おごらず謙虚に、チアゴシューバから全てを吸収して、世界一のディフェンダーになってもらいましょう。いやー、にしてもね、トゥエルの采配はね、やっぱりスタメンに関してはおかしかったんじゃないかと、現地でもかなりね、言われてました。ただ、結果、推測ですけど、セインツ戦から中2日、そしてまたね、中3日でチャンピオンズリーグを迎えるっていうところで、前半はターンオーバーしたメンバーで0点に持ちこたえて、60分から主力投入して勝ちに行くというプランがあったようにも思います。結果的に見れば、それで勝てた神采配だったと言ってもおかしくはないですし、温存しつつ勝利ができたならね、かなり大きいと思うんですよ。ただね、それにしてはメンバーを一気に落としすぎなんじゃないかなとも思いますし、まあ、こんなギリギリの試合やってたらそっちの方が疲れそうですし、さらにはね、負けた日にはとんでもないダメージがね、来ると思うんですよ。そしてトゥエルの謎コンバートもそうなんですが、期待されて起用した選手が、まあ、期待に応えてくれないっていうのも問題あると思うんですよね。とはいえ、今季8人も新戦力を獲得しまして、トゥエルからすればここから戦術を落とし込んでいく、練っていく段階に入っていくわけですし、まあ、これからね、調整していって、フル
いにかけられていくという意味でも徐々に使わない選手だったり序列とかも決まっていくんじゃないかなと思ってます。てかそう思うしかない、まあ、今日は勝てたからこういったポジティブなことが言えると思うんですよ。負けてたら一気に解任ムードだったかもしれないんですよ。そんぐらいの試合だったと思いますよ。ここからチャンピオンズリーグも開幕しますし、国内カップ戦も2つ入ってきます。毎年恒例年末年始の過密日程が来るんですよ。チェルシー的には選手層はかなりのものになってきてますので、これからは中心選手そして得点パターンを確立していってもらいたいなと思います。やっぱねチアゴシューバがいるうちは3バックでウィングバックに得点をさせるっていうのが一番強そうなパターンですし、今後3バックの中央でねフォファナを試していってもらいたいっていうのもあります。ということで今日はねほんと勝ててよかったです。次のチャンピオンズリーグザグレブ戦も新戦力オバメアンとかザカリアの活躍も見つつしっかり勝っていってもらいたいなと思います。チュールしか勝たん。